タシュケントはイタリアで建造されたソ連の共同駆逐艦である。艦名は元はウズベキスタンの首都タシュケントにちなんだものであるが、直接的にはロシア内戦時の主君戦の名称を記念したものである。艦隊ではその艦隊色と役割から空色の巡洋艦と呼ばれて親しまれた。ソ連では大祖国戦争における勝利のために大きな功績のあった英雄的な艦として、 記憶されている。1930年代、イギリス、フランス、日本、アメリカ合衆国、イタリアでは高性能の大型駆逐艦をめぐる、県間競争が巻き起こっていた。一方、ワシントン海軍軍縮条約に参加しなかったソ連では、この時期には第2次五カ年計画に着手しており、海軍力の増強を図っていた。そうした中、世界の潮流を見て、 ソ連でもこうしたクラスの艦艇の保有が戦術上の課題として考えられるようになった。そこでソ連では最初の共同艦となる第1号及び第38号計画型共同駆逐艦を開発し合わせて6隻の同型が建造された。その後ソ連は共同艦の戦術的価値のさらなる向上のため、 42.5KN 以上の高速力と 20KN で5000回りの高速力の実現を根幹とした非総工型共同偵察官の基本計画を立案した。この計画は海外の玄関技術を導入するためイタリアの造船会社に発注することが決定され、I 型と呼ばれるようになった。I とは旧来駆逐艦クラスの艦艇に形容詞による名称をつけてきた。 ソ連ロシア海軍の伝統にのっとり、インポールと縫い、あるいは、イタリアンスキーという語の頭文字であるとされた。また、この艦はこれも、駆逐艦風の名称で、イタリア熱ともあだなされた。1939年、大やけみを実施する多種検と計画書を提出した、イタリアの造船会社3社のうち、オート社の計画が最も優れていると判断された。ソ連と契約を結んだオート社は、 計画に基づいた新型艦を1937年1月11日にリボルの造船所で寄港した。寄港に伴い、I 型は正式にタシュケントと名付けられた。レニングラーとキエフ、ミンスクなどソ連構成共和国の首都名をいただいた他の共同艦と違い、イタリア熱に対してはロシア内戦中に戦没したボルガ小艦隊の衛星タシュケントにちなんでの命名が なされた。多種県との寄港に伴い、ソ連では3隻の同系艦を建造することが決定された。建艦は1938年から1939年にかけて行われることが予定された。そのうち2隻の建造は、ニコラー F の第198造船所で行われるはずであった。レニングラートの第190工場ではこのクラスの共同艦の 建造のために準備が整えられた。製造番号も缶に割り当てられ、最初の缶は、バクーと名付けられるはずであった。しかしこのプランは実現せず、計画は1937年下も半期に中止された。ソ連では、イタリア式の技術による建管の十分な経験がなく、特に方式の異なる、動力機関のための資材の入手には、大きな困難があることが予想されたためであった。結局、 姉妹艦なしの一人っ子となることが運命づけられたシュケントは、同年12月28日に浸水、1939年5月6日には、巡航した。その後、シュケントは、ソ連の海軍拠点の一つであった、国会沿いのオデッサ港まで開港され、ここで赤色海軍に受領された。10月22日には、国会艦隊で実戦配備についた。たしケントは、 当初の予定ではバルト艦隊に配属されるはずであったが第二次世界大戦のためヨーロッパを迂回してバルトを海まで開港することは実質的に不可能となっておりやむなくイタリアから近い国会方面に押しとどめられたものであった単装砲を搭載した初期の艦姿をデッサに到着した時タシュケントは未武装の状態であったその後タシュケントは ソ連仕様の武装を施されることとなっていた。当初は7型及び 7U 型駆逐艦用の 130mm 単装砲、B-133 機を搭載したが、すぐに30型駆逐艦用に開発された、B-2LM 連装砲3機に換装された。これは、重量37トンの砲塔で、8mm の装甲を持ち、プラス45度からマイナス5度の射角を持っていた。 射程は13.9海里で、砲弾重量は3 3 5ラム、初速は秒速870メートルであった。こうした大規模な海装は、本来の性能を与えるためのもので、多種検討には、初めから連装砲塔の搭載が予定されており、イタリアでの完成時に連装砲塔が未完成であったために、単装砲を搭載していた。 回収作業はその後ニコラー F に開港されて継続された。砲撃はガリレオ射程、ドゥプレクス射撃管制装置によって投御された。これは2機の4メートル速虚偽を装備した主要、式速距虚偽と1機の4メートル速虚偽を装備した予備速虚偽からなるシステムであった。艦には手砲の他にも多くの武装が搭載された。当初搭載された45ミリメートル半。 自動降格砲 21K は1941年に 37mm 自動降格砲 70K に換装された。また、艦には6機の 12.7mmDSHK 機銃や3機の 533mm3 連装魚雷発射艦も搭載されていた。これに加えて、赤色海軍艦艇では定番となった2機の爆雷投射機が搭載され、これからは形式に関わらず、 爆雷を投射することができた。また、艦には最大100個の機雷が搭載された。また、1941年には建造が中断されていた、駆逐艦オグネボイから降ろされた 76mm 連装広角砲 39K 砲等一組が装備された。このほか戦時中にはマストを回収して、レーダーの装備も実施された。 しかし戦時中の回収作業については不明な点も多く残された写真などから判断されている。したがってその全貌については今もて明らかではない。1941年6月に始まった大祖国戦争においてタシュケントはオデッサの防衛やセバストーポリの防衛に積極的に参加した。タシュケントは V エロシェーンコ三等大佐によって指揮された。 最初の戦闘は1941年8月22日にオデッサで経験した。しかし8月30日オデッサにてドイツ空軍の空襲により損傷を受け10月からは修理に入った。11月25日から28日にかけてタシュケントは駆逐艦、ソーブラジーテリヌイ及びスポソーブヌイと共に戦団護衛の任に当たった。三席は バトゥーミから極東に向かう祭標船、アナスタスミコヤン、輸送船トゥアプセ、サハリン、バルラーム・アバネソフの4隻からなる輸送船団を構想し、船団が危険なボスポラス海峡を無事に通り抜けるまで見届けた。セバストポリにおける戦闘では、国会艦隊で行われた数々の重要作戦に指揮官として関わった。輝かしく、また悲劇的でもある、大きな活躍を残した。 タシュケントの名は、その原則からセバストーポリに降り立った海兵隊の兵士たち、一度ならず艦砲射撃で支援を受けた沿岸部隊、そしてその護衛によって命を救われた多くの船舶の指揮官に記憶されている。セバストーポリの陸上防衛部隊は、増援部隊、火砲、弾薬、燃料、そして食料の継続的な供給を必要としていた。タシュケントは、 その高速性能と高い機動力、そして強力な対空兵装で敵機から身を守った。また、1170トンという燃料搭載能力は、毎回その半分をセバストーポリに供給した。また、艦内空間が比較的広かったため多くの物資を積載することができた。ある支援作戦の際には、最下艦板に鉄道車両を30両近くも搭載したことがあった。 これは、重量で言えば700トンにも及ぶか初めであった。艦は死刑にあった際に波を越えることができず、艦上に襲いかかる、水の重量が第一最下甲板区画の甲板を、へこませてしまった。裂け目が生じそこからは、海水が流れ込んだ。しかし事故処理班は、すぐさまこれを処理した。ナチスドイツのセバストーポリ攻撃の第二波が行われた、時期、主要基地にあった他試験とは絶えず、 防衛部隊への援護射撃を行った。12月22日から24日にかけて、タシュケントは800発の砲弾を消費した。1942年6月27日、タシュケントは艦上に2300名の負傷者と難民、そしてフランツルボウのパノラマが、セバストーポリ包囲戦を乗せ、母港セバストーポリを捨て南ロシアのノボロシースクを目指す、艦隊の最後尾を進んでいた。 86機のドイツ空軍機が1時間余りに渡り艦を追撃し、336発の爆弾を投下した。巧みな軌道により他試験とは直撃弾から逃れることに成功した。しかし資金弾の爆発により火事が動かなくなり、第一ボイラー室が水没した。艦の支援のため、司令部は一組のペマイナス2を派遣した。この二機の高速爆撃機は、ドイツ空軍機を駆逐し、 その間に駆逐艦、ソーブラジーテリヌイと、ブジーテリヌイが、ノボロシースクからの脱出に成功した。これらの艦に、傷病兵や難民を移したタシュケントは、自力でノボロシースクのセメスカやブーフタまで到達した。この英雄的行為に対し、後に、タシュケントの全上位に国家賞が贈られ、指揮官エロシェンコと自衛コノバーロフ一等大佐には、霊人勲章が与えられた。 1942年7月1日、タシュケントはカフカース前線の指揮官 SM ブジョーを縫い将軍の訪問を受けた。将軍は上院の前でこのような戦士たちこそ我々の軍の誇りであると演説した。そして将軍は新鋭の名誉称号をタシュケントに与えることを自ら申請しておこうと約束した。しかしその翌日、艦の名運は突如として尽きることとなった。 7月2日、正午近く、エレバートルヌイケ戦場上に停泊中であった、多種検討敵機が不意打ちしたのである。188から投下された2発の命中弾が、多種検討の息の根を止めることとなった。上艦していた344名のうち、76名が戦死、77名が負傷した。そして、艦は、不当脇に着艇した。多種検討の戦列復帰は叶なわなかった。 潜水譜は、艦から、すべての偽装を取り去った。7 6ト、mm、ル広角砲も撤去され、完成させることになった元のオグネボイに戻された。タシュケントの艦隊自体は、そのまま桟橋に放置された。タシュケントの不要は1944年の、のぼろシースクダ艦まで待たねばならなかった。タシュケントはこの年の8月30日に不要されたが、調査の結果、 艦の損傷は修復するにはあまりにひどく、艦の再生はならないとの判定が下った。多種検討はニコラー F まで栄光され、戦後、1946年から1948年にかけて解体された。ありがとうございます。